始まりましたね。いいですよ。決め言葉。ああ、そうか。あれか。はい、しますよ。せーの、ヤンカラスピーク。はい、ということでね、まだ慣れないんでね、これね。そうですね。うん、今日はですね、はい、あのジムジム体操、はい、ヘッドと、はい、ボディの体操でございますけれども、はい、距離を取りながら、はい、私の家で、はい、今日はスターウォーズの T シャツ着て、ジムジム踊りたいと思います。どちら製ですか？これはあのユニクロです。お、はい、私もユニクロでございます。はい、前回の放送はあのスウェットの長い方を着てたんですけど、脱いでもまたこれが出てくる。スヌーピーね。好きね、本当に。これでユニクロ買うぞ。わかりました、はい。じゃあ早速踊りたいと思います。どうした？今日はなんかジムジム、うん、今の時点で回数、再生回数、9531回。9000？ うん、僕はね、このルーゴシバチャンネル始まった時、2000回ぐらいあったと思いますよ。それがもう1万ですよ、ね、クイズアニバージョンの。まあ、あのそれだけ浸透してきたってことなんで、はい、ぜひですね、これを体操してですね、ヘルスをケアしていただきたいな。今まさに今ね、家にいる時間が多いですから、多分皆さんやっていただいてるんだと思います。そうだと思いますね。はいはい、でこれ、はい、あのジムジムなんですけど、あのヘッドっていうか頭を使う体操もあるので、クイズ形式になってるんだよね。でクイズありバージョンとないバージョンがあるんだけど、はい、今日はクイズなしバージョン。なしバージョン、なしバージョンで、うん、自分でクイズを作ってそこは当てはめる、うん、なるほどね。そうだね、はい、うん、分かりました。あの私はもう事前に考えてあるので。ああ、そう。じゃあルーさんがやってる時に、うん、途中で私入れますから。分かりました。答えてください。ちょっと大変だなこれ、ね、使うね。今入ってるのは、うん、88-19 は、うんうんうん、69ってこれ結構ね、うん、まあみんな覚えてたら引き算、うんうん、これ最初作った時に、うん、足し算で結構簡単じゃないですか、うん、33+48とか、うんうんうん、81とかそういうゲーム。引き算って結構難しいんですよ。なるほどね。よし、じゃあそれトライしてみるよ、はい、あと、うん、あの逆から言う、あれも結構難しいね。でこれね、3文字だと楽なんですけど、4文字から難しくなってます。なるほど。はい、はい、じゃあファーストトライしていきますか。じゃあ Here we go! さあジムジム始めるよ。 Let's do together。まずはステップから、その場で足踏み、ステップしましょう。はい、ワンツーワンツーワンツー、ステップ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 、ネクストは前のステップ。ほっ、ワンツースリーフォー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 、前後ろ前後ろ後ろ、はい、オッケー。ネクストはかかとの上げ下げ行きます。かかとの上げ下げ本当にいいんですよ。うん、はい、上げて座って下げて下げて下げて、アップダウン、アップダウン、アップダウン、冷え性の改善になりますよ。アップダウン、アップダウン、オッケー、いきますよ。テクストはクエスチョンタイムだ。オッケー。65-14は45。41。あー、そうか。38-17は21。21、ここで言われてます。あ、そうか。ワンツースリーワンです。オーケー。あのね、今あの繰り下げにしなかった。繰り下げって結構難しいんだよ。手を前に出して。これ難しいんだ。スーパーします。握る時はもし前に出てないから、本当は頭使うんですよ。グー、パー。そう、それね、もうワン、ツー、スリーで、あの、少し考えるタイムあるじゃない。そう、それなのに俺先言っちゃうんだよね。そのためのワン、ツー、スリーなんだよ。少し考えさせてる。グー、パー。はい。オーケー。ネクストは肩を回します。肩こり解消になりますよ。前に回します。
回して回してターン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 、はい後ろ肩甲骨を意識してターン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 、お前ターン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 、後ろターン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 、オッケー、クエスト5いきます。秋田を逆から言うと滝谷ナイス。愛媛を逆から言うと1,2,3メヒアメヒアです。メヒア、はい、うさら結構ね難しい、3文字にしたんですよ。3文字、3文字にしたんですけど、難しい、ね、難しい。でも秋田はちょっとね、あと最初のあの引き算、繰り下げにしなかったの、65-14ですから、普通に計算したら、そうそうそう、41、5っつったんだよまだのね、あの間違えていいんで、ただ頭を使うってこと。なるほどね。だ結構さ、間違えても楽しいよね。あ、そうかとか悔しくなったりさ、面白いよこれは。だから一人だとちょっと難しいんですけど、あのご家族でいらっしゃる方だったら、ぜひね、ちょっとお子さんに考えていただいて、そう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 、逆でお母さんが、そうそうそう、だから別にあの引き算じゃなくたって、懸命を後ろからっていうんじゃなくたっていいわけだからね。そうなんだってできるし、引き算とかだと非常に問題が作りやすいんで、あ、そうね、いいのかなと。あとほら、おじいちゃんの誕生日はいつとかでもいいし、家族でやる、そう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 、そういうのもありますよね。そうなんです、楽しいね。なかなかね、なかなかじゃないですか、結構本気でね、あ、本気で俺間違えたっていう顔してましたね。あ、そう、まあそういうね、いや全然間違えていいんです、別にあの当てに行くことじゃなくて、そうそう、頭使うことですよ、ね、いいんです、あ、あの楽しいんで、あ、間違えたら間違えちゃったって言ってやればね、面白いですよ、そうそうそう、かっこつけないでね、はい、はい、じゃあそういうことでまたお会いしたいと思います、はい、それでは See you! チャンネル登録 Please! ネクスト動画も Together しようぜ。